はい、ありがとうございます。はい、いってらっしゃいませ。なぜか、私でちょっと受け取る人が違うシステム。が、久々に豊島園に来たわけですが、が今回は乗り物券も、乗り物券1日分持ってないんで、乗り物を乗るんだけど、え乗らないみたいなのあんのこれ。ここまで来て乗らない選択肢あんのネタ理由かなと思った。乗り物乗らないんですけどみたいな感じ。機材はレベル上がってるだろうよ。そういや2年7ヶ月前と比べたらよ。強力なまでにさ、やることさ、かすくなってんな。どこで金使ってどこでケチってんだよってなってくんじゃん。いよいよ思って。まあ、前回はクリスマスイベントでイルミネーション的なのやってましたが、今回は6月なんで、アジサイ祭りらしいですよ。雨だけが心配です。はいはい。お、バーベキューパック、バーベキューパックでも他も置かれてくじゃない。あ、でもさ、あ、じゃあ学校のやつね。入園プラス飲み物券プラスバーベキューで4300円安くねと思った。でも普通に考えたら安いかもね。あ、でも2時間か。あと学割でしょこれ。いや、あの上のやつもさ。あ、そういうことか。一応乗り物券フリーもついてるから割とそうでもないんじゃないかなと思って。予約制かな。大学生パック作っとけよ。今日一回夜考えたのはさ、ロックアップだったんでね。ああ。GoPro 持ってるしなーって思った。また俺捕まっちゃうんだ。GoPro だとするとさ、GoPro だとするとじゃない、ロックアップだとするとさ、非常にさ、今ぐらいか予約してないと死ぬんだよね。どうしようかなと思いながら車で見てた、ロックアップ。あ、どうしようかな。じゃあ何犯罪したことにしようかな。ロックアップに行くの決まってんの、もう。いや、やめとこう。やめる。今日はやめとこう。もしも金が、お金がね、なくはないけど死んじゃう。いずれか死ぬ。今日の飲み屋の場所決めてないよ俺。ロックアップより安く済ますんだったら、うん、取引グレードタウン、超絶グレードタウン、いいんだけどね。飲めれば、うん、ウェアハウスなんだか飽きたか雰囲気ね。ああいいよ。あと3000も行きたくない、うん、2000ちょいで済ませてきたい。どこそれ。そう、どこだ。嘘、2000ちょいはさすがに言い過ぎた、うん、3000以内かな。なんでロックアップで最初考えたかっていうとね、ロックアップがね、まともに取れてないなと思ったのプラスね、大宮のそごうの偵察しに行こうかなと思ったんだけど。いや、もう大宮のそごうでいいんじゃないの。割と大宮のそごうでも今日雨降るんだよ。ああ、そっか、それを忘れちゃいけねえ。そうだった。そうなんだ、今日ビアガーデン死亡日だと。でももう封印してんじゃないの、今日雨降るって考えてる。ああ。なんでそのしょうもねえ顔。しょうもねえ顔。しょうもねえ顔はいつも通りね。しょうもねえ顔してたな今。キツさん、俺がしょうもねえ顔することはそんなあれか、普通じゃないか。もしのが普通じゃないだろ、じゃあ普通で。じゃあ全部普通じゃないよ。もう、うわ、星野が生きてる、星野が呼吸してる、普通じゃないよ。星野が歩いてる、普通じゃない。星野がいる、自分で言って悲しくならない。もうね、もう一言ぐらい言ったらもう泣きそうだった。で、ヘテロ。自主前のプールってこんなひどかったんだ。一回行ったことあった気がするけどね。これハイドロフォレスどうなってんの。うわぁ、うわぁ、うわぁ。で、最後3つに分かれて出てくる。頭、胴体、足、なんか生産ラインみたいになってる。これなんかあんだろうな、加工されるんだろうな、ここで。こっち加工スペースないよ。ここ加工されてから行くの。そういういっぱい分かるよ、こっち。ひも球にしか見えなくなってきた。ひも球こういう出方するけど。あ、ひも球最近食ってねえな。あれ行こう、あれ行こう。嫌いになって行こう。ギネス目指していいもん。
回ってきゃいいだけの話だから、うん、距離でないからな、フリーパス持ってないから。まあパンダには乗っとくけどよ。あえてね、いやもうそろそろ乗っとかないとまずいんじゃないの。いやまだ大丈夫、まだ時間ないよ、だって今1時だよもう。全然時間だよ。何を今回時間ねえと思ったんだよ。3時間ぐらい飲んじゃないの。いやそういう、ああいや俺何でさ、3時間耐久レースじゃないの。どんな暇人なんて。てかさ、あれに3時間乗るぐらいに金があるんだ。俺フリーパス買ってるんだけど。いや俺がずっと欲しいと思うっす、最初の100円以内。あそうだ、うん、15ステージジャックダニエルステージになってる。もうあのコアなせいでいいの欲しい。ウイスキーショットバトルが始まるだけの話だけど。でもさ、欲しいのが死ぬだけだから。あそういう一瞬誰にも迷惑かかんないって言おうと思ったけど、明日のバイトに迷惑かかるからやめとこう。ねね、欲しいのでもたまに迷惑かかるときあるから。欲しいの常に迷惑かけてるでしょ俺に。うん、常にね。常にうん、常にかけてる俺は。常に200円払ってあげようか。このゲームのさ、うん、クソなところはさ、横のやつに向けれないことがあるよね。ね、こうやんなきゃいけない。そういうゲームだと思ってたのに俺は。わざわざこうやんなきゃいけない、うん、なんならさ、自爆もできない。覗き込まないと。要はさ、かけるんだったらこれバッてバーやるしかないでしょ。舐め腐ってんだろこのゲーム。いや、プールみたいに匂いする、うん、池袋。しかもすぐ横の駅所沢とかいうブレブレさ。ワープに近い。ちょっと俺が見間違えたのかなと思って。しかも池袋と所沢をつなぐとかさ、だいぶ欠陥電車に近い。過ぎちゃったよ。あっち急行所沢かな。あっち一般電車かな。ん、南所沢あったよ、あっちに駅。あ、西武秩父じゃん、あれ。あ、西武秩父か。所沢は地下。日本狭。これもう埼玉が縮図じゃん。日本が狭い。埼玉がこれでしょ。お前東京どんだけちっちゃいんだよ。埋まるぞ。怖いから飾って運転もしないで。キー、急停車します。乗れと言わんばかりのパンダあるよ。あれサイクルに乗るか。途中でさ、金を入れるのをやめたらさ、跳ねられるっていう恐怖の乗り物。結構体育がいいパンダだな。ああ子供が乗りそうだもん。譲ってあげよう。お兄ちゃんはね、クソだから。そうだからね、譲ってあげる。譲ってあげんだよ。優しいお兄ちゃんはね、ああいうのね、奪っちゃうんだよ。